人は向き合うことに目を背けたがる。だがそのちょっとした勇気があるだけで未来を明るく作り上げることができる。あ、私が伝説の男になるまでのエピソードはまだまだこれから。おー早く俺と戻って、早く。Thank you.